はい、どうもダルです。さて今回はですね、まあネオエグザイルについて、まあ12月に入ったっていうのもあって、まあざっくばらんにいろいろねちょっとね話していけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。このチャンネルは LDH コンテンツをより一歩深く楽しむコンセプトに動画作りをしております。チャンネル登録者1万人の到達を年内までにと目標に掲げております。あと1ヶ月です。今月までです。皆様のね本当にご協力がね大切になります、必要になりますので、よろしくお願いいたします。僕も頑張ります。ということで、チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。では本編へゴー。はい、ということでね、まあ今回はねネオエグザイル世代についてね、まあいろいろねちょっとね喋っていけたらなと思います。まあ今年の活動の振り返りだったりとか、あとは思い出だったりとか、まあ今後の期待だったりとかね、いろいろ喋っていきたいなと思いますけれども、まあネオエグザイル世代4グループですよね。リルリーグ、キッドフェノメロン、ザ・ジェットウェイ・バンガーズ、ウルハウル・ハーモニー、この4グループを総称して僕らはネオエグザイルと称しているわけなんですが、本当にね彼らはねこの1年すごかったね。本当に目まぐるしい活躍をしてくれたなと思います、各方面でね。そしてねやっぱりもうグループの色っていうのもここでねくっきりはっきりしてきたのかなと思いますし、曲もね本当にね素敵な曲をねたくさん出してくれたなと思います。まあ最新で言うとね、まあリルリーグは僕の中ではね15分という楽曲がねなんかすごくね印象的ではありますよ。あとハイヤーもね印象的だったなと思います。そしてキッドフェノメロンで言うとねえ存在証明ですよね。もうこのセカンドシングルがパワーすごいなと思ったりとかで、 TJBB は最近ですね、フォトジェニックというね楽曲を、先行配信開始になりましてですね、ジェットエンジンというねリリーベも回っております。そしてウルハウルハーモニーはね本当にシュガーハニー最新シングルがね本当に最高ですよね。まあタイアップもねすごい決まってたりもする楽曲なんですけれども、僕もねまあね自作でありますけれども CM 作ったりとかね YouTube ショートに上げたりとかそういう風にしております。もう本当に彼らね目まぐるしい活躍をしてくれたなと思いまして、本当にねだから楽曲だけではなくてですね、ライブ出演だったりとかね外部のねメディアだったりとかいろんなところにね出ていった1年だったかなと思いますよね。本当に去年の今頃で言うと何をしてたかなと思いますと、リルリーグはねデビューに向けてリルキャラバンっていうものを回っていた時期かなとも思いますし、まあね、3グループに至ってはまだオーディション中っていう状態ですよね。ちょうどグループ発表になって武者修行行くぞみたいなそんな感じの時期だったのかなと思いますよね。で僕自身もね去年の今頃っていうのがまだチャンネル登録者200人とか300人ぐらいでね、チャンネル登録者1000人に向かって頑張るぞって言い出した時期だったのかなと思います、去年の今頃がね。でそこからですね武者修行っていうものが始まっていって、僕もねそれに行って、でそのねまあ感想だったりとか現地レポート、まあそこが始まりなんですよ。感想&現地レポートのスタートっていうのがね今ねもう当たり前に僕もねいろんなねイベント行ったら感想&現地レポートやってますけれども、そこの起源というものが、武者修行とアイコン Z 第2章武者修行というところにありますよね。まあそこからね、デビューが決まりので、そこからですねデビューに向けてのね、武者修行というものが新たにねデビュー3グループ始まっていくわけなんですけれども、そしてリルリーグもねそこからね並行してデビューしていって、リルスマイルゼップツアースタートさせて、そこからリルゲートウェイとつながっていくわけなんですよね。いやー濃いなー1年、特にね今年の夏めっちゃ濃かったし、僕も頑張った1年というか夏だったかなと思いますね。まあ一年通して頑張ってきたんですけれどもね、特に夏はすごかったかなと思いますよね、盛り上がりがね。いやー、そしてねまあこの一年を通してですね、僕もねたくさんねこの4グループとはコミュニケーションというか交流をね取らせていただきました。まあ皆様もねそうかなと思いますけれどもね、本当に思い出が蘇りますよね。いやすごい、もう僕もねやっぱ1年間通してね、やっぱりもともと去年がねチャンネル登録者200人規模、そっから今ではね4700人規模、いやーすごいね1年ってね思います、本当に振り返ってみるとね。でその中でねアーティストの方々にもね、そういうだからネオエグザイル世代のね4グループのみんなにもね動画が届いて、そして知ってくれて覚えてくれてっていうところに至ってね、まあ皆さんもそうですよね、たくさんの方々に動画が届いた1年になるかなと思います。それはね本当にね、まあ一重にね
まあ彼らのおかげっていうのもねあるんですよね。ネオエグザイル世代4グループの、まあ、頑張りのおかげっていうのもあるし、ね、皆様のねたくさん聞いていただいたおかげっていうのもあるので感謝したいなと思いますけれども、まだまだ僕はですね、今月までにですねチャンネル登録者1万人というね年内目標をね掲げておりまして、そこを到達するべくね頑張っていきたいなと思いますし、ね、彼らもですね4グループもね、まだまだですね今月残っております。各方面でね出演もあります。例えばダンクはリルリーグだったりとか、TJ ビブが出演したりとか、あとはね、キドフェラもね、まだまだですね3段のねリリーベというかパープルサーキットもありまして、僕もね、明日か参加させていただきますし、他にもまあ多分ねいろいろ活動もあったりもしますよね。まあウルフもね多分活動があるんじゃないかな、ちょっとねまだね把握しきれてないところもありますけれども。でそしてね最後年末ですねライブエキスポ LDH ライブエキスポ2023というところにね向かっていって、2024年さらなる飛躍の年につなげるということに、ね、なるかなと思いますので、皆さんね、まあ残り1ヶ月ありますけれども、しっかりとね熱く熱く応援していただけたらね、幸いかなとも思っておりますし、僕もねできる限り彼らのことをですね応援していって、まあね会えるところはね会いに行って、まあだからキッドフェノメロンもね会いに行きます明日ね。そして、ライブエキスポっていうところもね僕はね両日参加する予定でいますので、そこに向かっていきたいなと思います。僕もねだからチャンネル登録者1万人を迎えてライブエキスポね参加できるように頑張りたいなと思いますし、皆様もね応援していただけたら嬉しいなと思っております。あとはねダンク行く方もいらっしゃるんじゃないかな。ダンク大阪なんですよね、京セラドームということでね、2日3日まあねリルリーグが2日で TJBB とファンタスティックスが3日だったかな。僕はねちょっとね行かないんですけれども、2日がねキッドフェノメロンのパープルサーキット阪急、そして、3日がムーンチャイルドのねリリースイベントがあるのでちょっとそちらに行くので、ダンクにはね行く予定ではないんですけれども、行かれる方はね楽しんでいただけたらなと思っております。まあねそしてね、まあ、リルリーグはで言うとフェイロンのね配信とかもね絶対今月あるんで、ウィンターカップのね確かテーマソングになっているので、フェイロンねもう今年中にはフェイロン配信してくれんかったら俺マジ怒ろうと思ってるので、ね、フェイロンね配信してほしいなと思いますしね、ウルフのね活動っていうのがちょっとねどうなるんでしょうね。ウルフに会いたいよね。特典会、まあ TJBB に関しては僕ねジェットエンジンのねスケジュールが12月中にどっか関西がね追加でポンと来るんじゃないかなとも思ったりもしてるんですけれども、まあなかったらね来年という形になるのかなと思います。まあウルフもね特典会、何かウルフ今後どうなんだろうね、特典会みたいなねああいうのやってくれるんですかね、リリースイベントみたいなね、なんかちょっとやらなそうな雰囲気もあるっちゃあるよね、わかんないけどどうなんだろう。うん、みんなどう思いますか、そこについてはね。ないとね困るなとも思ったりとか、まあだから俺ね次で言うと、まあライブエキスポ抜いて次ウルフに会うってなるとまたね別動画でねちょっと詳しく喋ろうと思いますけれども、ブレイクアウト、祭り大阪ゼップベイサイドで行われる1月27日のねライブになるのかなとも思っておりますので、まあねどうなることでしょうと思っておりますけれどもね、まあ関西に彼らがね来てくれる時はね、まあできる限り僕もね足を運びたいなと思っておりますので、皆様ですねまあそれぞれね、まあ本当にね大変よね。まあネオエグザイル世代全グループ、まあ僕みたいにね4グループ応援してるっていう方もいらっしゃると思いますし、まあそれ以外のね、まあ、ジュニエグ世代とかまあいろんなグループ掛け持ちしてるっていう方いらっしゃると思いますので、本当ねグループ増えると大変になってくるよね。なのでね僕も来年ねなんかね我慢も覚えながらね、そしてまあ YouTube 活動も頑張りながら、いろいろねちょっとねバランス見ながらねやっていきたいなと思っておりますけれどもね、まああとはね来年で言うとなんかねネオエグザイル世代のねなんか合同コンとかもねあると楽しいよね。せっかくここまでね世代間として作ってきているわけですから、まあどうなんだろうね、それぞれの単独っていうのもねある可能性はありますけれども、まあただなんか大きくネオエグザイル世代のねなんか一個ねなんかコンテンツというか、なんかか例えばネオエグザイル世代のアルバムだったりとかね、しねそういう作品とかね、あとはネオエグザイルとしてのなんか一曲だったりとかなんかね、そういうのもねなんかちょっと見てみたいし、なんかねあってもいいのかなと思ったりもします。合同コンはちょっとねやってほしいですよね。なんかネオエグザイルザライブみたいなねそういうのやってほしいなとは思っておりますので、まあ来年のねまあ彼らがまあ特にまあ来年はネオエグザイル世代を中心として日本をね、日本のエンターテインメントシーンで活躍していくんじゃないかなと LDH は思っております。他のね、まあ、ジュニエグ世代とかはですね海外にね、
展開をね視野に入れていくんじゃないかなと思っておりますので、まあね、まずはねネオエグザイル世代がね日本をね盛り上げていくんじゃないかなと僕は LDH のシーンで言うと 思っておりますので、彼らをね引き続き僕はですね中心に応援していきたいなと思っておりますので、皆様もね、このチャンネルともども、含め応援していただけたら嬉しいなと思っております。僕はですねもう本当にね、しつこく言いますけれども、チャンネル登録者1万人年内目標を掲げておりますので、皆様のね応援をよろしくお願いしたいなと思っております。はい、というわけで今回は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。ではまた次の動画で、バイバイ。